チャオ、あちゃんです。アマゾンさんから何かが届き、何かってバレバレ。これでいいのよ、梱包は。もうこんなんもともと箱あんねんから、ここにもうね、もう送り状ベチャって貼って送ってきた、それでいいねん。あちゃんはこれでいいです。はい、ということでね、何かが届いたで、ね、でも外の箱はなんかわからへん、もしかしたら中違う、外の箱違う箱に入れたらわからへんから、開けてみましょうね。はい、ということでね、あれシールも貼らんの、もう普通に送ってきただけ、それで OK。 もう開けるのめんどくさいもんね。はい、ということで何が送ってきたかって、あのたこ焼き器のね箱みたいなところに入ったもの、送ってきたもんは、はい、たこ焼き器です。あ、たこ焼き器です。はい、あの前のたこ焼き器がひっついてひっついてもう焼けんくんだから買ったん。6、4、6、24個一気に焼けんの。前はね22個やったかな、ちょっと多いね。で22個ちょかったっけ、3、4、10、4、4、16、17、18、19、22個。うん、けどこれほんで、あのほんでやって、関西弁バリバリやんかも、たこ焼きやし、まあいいか。これね、外れんの、あの上鉄板、前の外れへんかって、外れるからこれだけ洗えんねん。でこれもこうなってて、でここにこれね、くるくるって巻いとくねんけど、もう収納はね結構楽で、これをよいしょ、ここのとこにこうやってくる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 、よいしょ、くるこさみ言わへんで、もう今日は言うでしもだけど言わへんで、はい、くる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 、でここによいしょ、上がなせんやな、ここのとこにパチンってしといたらね、ここで直せるというね。でここにこれを置いて、もう作れるね。はい、これ買いました。でもうスイッチ簡単、オンオフだけ、もう温度も何もなし、ガチャッとさして温度のやつあるけど、そんな大差なんじゃなく、普通にもパチンで作れる、ヤマゼンさんです。前のもヤマゼンさんやって、あの丸っこいちっちゃいやつね。あれ、2000円までやったけど、これが2100円ぐらい。安いねん、こんなん。なんか、時々買い替えたらええねん、こんなんもんね。ダメになっちゃう。ひっついたら、もう、ねえ、うまく焼けへんねんやったら、もうね、2000円ぐらいやったら。ねえ、お店で、400、500円、たこ焼き。そうやってまあ材料でもあるけど、10回ほどして買い替えたかってね、うちあるんよ。もったいないけど。うん。それぐらいね、たこ焼き器はね、関西は重宝するんで買いました。はい、いうことで、山善さんの、プレート丸洗いたこ焼き器、脱着式プレート丸洗い OK、たこ焼き24個焼き、レッド、買いました。アマゾンでね。はい。昨日注文した。もう今日届いてん。昨日朝から注文したよ。そろそろたこ焼きしたいなと思って、たこ焼き、そうそうそう、ひっつくねあかんねん、買い替えなあかんねん思って、で昨日あの買い物行くから途中で買おうかな思ってんけど、もうええわもんなろうと思って、アマゾン見たら、2000円やったから、もう買うとこうと思って関西人の必需品。うん、ホットプレートもね、またまだもうちょっと使えるけどね。うん、ホットプレートも2000円3000円で売ってるから、もう安いのでいいねん、ダメだったら買い替えたいねん。1枚の高いやつ買ってもさ、結局ダメなの一緒やし、ね、ということでね、まあたこ焼き器の説明書です。このも見やんでも分かるっちゅうんだけどね。はい、大体のこと書いてます。またたこ焼きしましょう、ということで今日は山善さんのたこ焼き器、YOA240、24個焼きのたこ焼き器買いました。また近いうちに使ってデビューしたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのお買い物、関西人必需品たこ焼き器、プレート脱着式丸洗いたこ焼き器買いました。よかったよと思ってくれたら高評価を、で応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではたこ焼きマシンでまたたこ焼きパーティーしたいと思います。またね、バイバイ。